ホルモンこれママに買ってもらったんだい。私もこれ母上に買ってもらいました。私もこれ母上に買ってもらいました。いいの撮れましたよ。おー、本当だ。ありがとうございます。これはすごいです。はい。リコちゃん。はい。リコちゃん。リコちゃんだらけだ。リコちゃんだらけだ。うら。はい。どうかな？見違えたわ。どう？知ってるよ。俺もこれママに買ってもらったんだよ。ありがとうございます。ありがとう。少年だな。ステレモ八の。用意したら、ゼロポジションがカーテンしまってる状態ですね。私もこれ母に買ってもらいました。俺もこれママに買ってもらったんだい。私たちフレッシャーズから先輩たちに直撃インタビュー。今回の CM 撮影はいかがでしたか？今回は私がこう青山マニアさんにちょっと詰め寄るみたいなシーンとかもあったりして、うん、ちょっと前回から展開があって広がっていったんじゃないかなっていうのと、やっぱりお二人がすごく可愛い可愛いっていう一言ですね。本当に、はい、フレッシャーズの皆さんは人生の新しい一歩を踏み出すと思うんですけれども、お二人がデビューしたばかりの当時の失敗したエピソードなんかをちょっとお聞きしたいなと思いまして。失敗と言いますか、よくオーディションによく行っていたんですけど、その周りを見て絶対みんなと違うことをしてやろうっていう、なんかこうみんなが笑ってたらちょっとこうブスッと不愛想にやってみようかなとか、みんなが暗い気持ちの感情を表現してくださいって言った時に思いっきり明るくやったりとかして、それであのオーディションに受かるあの確率が下がりましたね。でも今こうしてお仕事をいただけることはすごく幸せなんですけど、やっぱりそういったやっぱ失敗を重ねて、でもやっぱり僕は失敗といいますか、そこにこう自分が突入していくというか、勇気を持ってそこに一歩ボンと突っ込んでいくエネルギーみたいなものはその失敗によって得られたかなという気がしますね。これから入学入社するフレッシャーズに一言アドバイス。僕の一言アドバイスは、楽しいことを日々探求です。学校だったりお仕事だったりいろんなことがあると思うんですけども、常になんかその自分にとっての楽しいことっていうのを見つけて過ごしていくのが僕は楽しいのかなと、人生が豊かになるのかなと思うので、この言葉にしました。絶対いいです、その言葉は。僕もこれあげたくないですもん。私の一言アドバイスは、自分を信じて突き進もうです。やっぱりフレッシャーズの皆さんは勉強だったり部活だったり
すごくなんか悩むこととかもあると思うんですけど、結局はやっぱり自分を信じてあげることが一番だなっていうふうに私自身が感じているのと、もうあとはもうフレッシャーズという若さで突き進めばいいんじゃないかなというふうに思ったので、こちらの言葉にしました。素晴らしいですね。さらに僕はこれ上げづらかった同じくです。同じです私の一言アドバイスは無理をしない。こう無理をして頑張るっていうことがちょっと美しいとされているようなところもあるとは思うんですけど、自分の心をダメにしちゃったら元も子もないというか、なんかそこまで頑張る必要は何事もないのかなと思って、まあ、ある程度こう楽しむ余裕があったりとか、まあない時もありますけど、無理するなっていうふうに思いますね、はい、僕は結構無理をするタイプなので、自分を追い込むのがすごく好きなんで。あ、好きな人はもうそれがいいと思います。本当ですか。でもちょっと休もうかなと思いましたはい、私のアドバイスは、はい、自分を信じて、はい、リコさんと被りました大事な、まあいろいろその環境においてこう自分が新しい環境に入っていった時に、いろいろこう人間関係だったりそういったことでこう悩んだり悔しい思いをしたり、いろんなことがあると思うんですけど、やっぱり最終的には自分で判断して、そこでこうただ単にこう貫き通すということだけではなくて、ある柔軟性をこう持ちながらも、最後はやっぱ自分を信じるというのはイコールやっぱ生活をこう楽しむということなのかなという気がして、この言葉にしました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうかな、見違えたわ。初めてのスーツをご家族と買う方応援です。知ってるよ、私もこれ母上に買ってもらいました。これも青山ニア、王道フレッシャーズは青山ニア。